おはようございます。本日は4月の2日、昨日の晩に出雲市を立って列車を乗り換え15時間で到着いたしました。ここは伊豆急線、伊豆半島の南端というわけではありませんが、少なくとも鉄道の南端であります下田市にあります伊豆急線の伊豆急下田です。さっきまで列車を乗り継いでようやく着いたところなんですが、これからまたすぐに折り返してしまいます。いや本当だったらせっかく来たんだから温泉でも入ったりね、水族館でも見物して帰るかとかいろいろ考えていたんですけれど、名物を食べることもなく直ちにあと30分で折り返し発車となります。発車はもうちょっと時間あるのかな、分かりませんけれども、あと20分で少なくとも集合の時間です。何に集合するのかと。ここは伊豆急下田駅の出口改札です。だからここから入ることはできませんが、上のあたりこの独特ののれんがかかっていて出口なんて書いてありますが、その横にもまた独特のこののれんあしらわれております。このデザインなんかね、ロゴとそれからのれんというのはよく見たようなパターンだとお気づきの方もいらっしゃるかもしれません。他この辺で直近だと多分 JR で富士急行線のあそこかな、富士山駅でこういったデザインがなされていたかと思いますし、 JR 九州でも頻繁にこういったデザインを見ることがあります。ドーンデザイン研究所という近頃鉄道車両のデザインで大変よく流行っております。水戸岡英二さん率いる研究所がまたこのデザインも担当しております。あちらには10時過ぎに出発する特急スーパービー踊り子号がもうすでにドアを開けて待機をしております。もともとは伊豆急行に入る最も豪華な車両だったと思われますが、近頃ではそうではなくなりました。スーパービー踊り子のグレードが落ちたというわけではなく、それよりもはるかにグレードの高い別の車両が登場したのです。向こうに見えているのがこちら 2100系 というそうですが、もともとアルファリゾート21として特急リゾート踊り子などとして使われておりました。その車両を2017年去年改造して走り始めたザ・ロイヤルエクスプレスとそのような車両です。私も乗ったことがありませんが、かなりこれ高い列車でして、確かツアーが1泊2日あの列車で往復して旅館に泊まって様々なおもてなしを受けて観光をする、それで1人20万円、そしてまた乗るだけのプランであれば、この伊豆急下田から横浜、もしくは横浜から伊豆急下田、もちろん運転日は限定ですが、乗って車内でお食事をして3万5000円、なかなかの高級列車じゃないかと思います。スーパービー踊り子でしたら多分グリーン車で行っても横浜まで1万円はかかりませんので、まあ単純に言えば3倍というわけです。2回ぐらい横浜駅に泊まっているのは見たことがあります。大学へ行くときにたまに見るんですけれど、こんなのがあるんだぐらいちゃんと中を見たことは実はなかったんですが、まあ、今回は私も一応乗客ですから、これ後で荷物預かりのタグということでね、先に外でいただきましたけれど、まあ覗き込んでも別に失礼なことはありません。お、あんなこれはあれだな、あの阿蘇1962じゃなくてなんだっけ、 JR 九州のあれでもありましたね、阿蘇方位か、あれで子供用のボールプールみたいなのがありましたけれど、あれと同じものがここにも備え付けられているようです。このザ・ロイヤルエクスプレスというのは上級席と下級席と2つ分けられていて、上級席にプラチナクラスという名前が付き、また下級席にはゴールドクラスという名前が付いております。まあ、下級だからといって別に、まあ、多少値段が安いというだけであり、十分な高級感が味わえるのは間違いないでしょう。伊豆急下田駅のこの車止め側後ろ2両、これが多分ゴールドクラス用なのかな。ゴールドクラスには中学生だか小学生だか分かりませんが年齢制限がありまして、そして小さな子供は乗れないようになっております。あ、それがプラチナクラス、ゴールドクラスは誰でも多分乗れるんだろうなと思いますけれど、ロイヤルエクスプレスの隣に普通列車熱海行きが来ました。この熱海行きも右側のロイヤルエクスプレスも同じリゾート21という車で同じ車両形式のはずです。なんだけれども右側随分こう豪華な感じになりまして、車両もピカピカ、左側もまあ割と綺麗でおおっていう感じはしますけれども、さすがにロイヤルエクスプレスと比べるとちょっと格が違うのかなという感じがします。もともとは両方とも普通列車として使われるために作られた車両、まあ、かなりの豪華な普通列車だと思いますので、別に格落ちとかそういうのは何も感じませんけれど、しかしロイヤルエクスプレスはまたさらに一段と大出世を遂げたなという感じがするものです。今3号車の中でいろいろ展示会をやっているんですよなんて教えていただきました。添乗員の方というのか乗務員の方というのかどういう表現をすればいいのか分かりませんが、私がこの乗車のこれを持っているから乗客だと分かるので、いろいろもう親切にホームに立っている時から結構品のいい声のかけ方って言ったら失礼な言い方かもしれませんけれど、丁寧な感じでお声をかけていただきます。私が今回利用するのは上級席のプラチナクラスというものですが、プラチナクラスの場合はプラチナクラス用の食堂車が2両、そしてさらに通常の座席車が2両だったかな、それぐらい用意をされているようです。食堂車を2両連結した車両というのは私は今まで乗ったことがありません。そんなのなかなかないと思いますけれど、
まだドアが開いておらず、食堂車の車内にも誰もいませんから、逆に車内を外から特に遠慮することもなく撮影させてもらうこともできます。すごいな、七つ星みたいだな。向こうに泊まっているスーパービュー踊り子号、その手前にもまた金目鯛リゾート21など泊まっておりますが、随分こうやって見比べてみてもね、よくこんなに作れたなという感じは本当に驚くばかりです。あ、ドアが開いたから乗っていいのかな。ちょっとじゃあ早速乗り込んでね、車内の様子をと思ったら、あ、まだダメだったようです。9時55分から乗り込みが可能となると、そのような案内を先ほどしていただいておりました。順次このあれが取り外されるのかなと思いますけれど、すごいな、私が今まで乗った車両の中で一番豪華だよこれ。今車内に誰もいませんから、こんな言葉の聞き方もできますけど、ちょっと伊豆急さんのね、もう看板走る広告みたいなもんですから、それに泥を塗るようなことがあってはいけません。木の香りもしてくるな。七つ星っていうのはこういう感じなんですかね。立派なもんだこりゃ。今まで私が乗った鉄道車両の中で一番豪華だったのは多分トワイライトエクスプレスのロイヤルかカシオペアデラックスだと思いますけど、ちょっと日じゃないですね。ああ、これが食堂車か。未透過デザインは変わり映えしないとか何とか言いましたが、やっぱすごいわ、直感的に。普通の鉄道マニアとかではなくてね、一般人として、いや大変素晴らしいと思います。驚きました。これはちょっと本気で大真面目にやらないといけないな。こちらは2両目の食堂車ですが、ここもまたすごい。コンパートメント、鉄道車両もいろいろこういったコンパートメントの類はありますが、今まで見たコンパートメントの中ではこれが一番だな。すごいね、こんなのがいつもあの通ってる横浜駅に来てたったのか。だんだん編成の後方へ向けて歩いておりますが、この4号車もまた食堂車でした。多分オリエント急行みたいな作りなんだと思いますが、もう教職設備のために1両丸々使ってしまっているそうです。調理専用の食堂車というんでしょうか、つまり食堂車は実質3両つながっていたということでしょうか。すごいな、本当にすごいとしか言いようがないんですけど、調理専用の車って初めてじゃないの。オリジナルグッズってのもあるんですよ。すごいなこれ。さっきからもう私が普段ベラベラいろんな言葉を散々使い倒しているというのに、そういったさまざまな語彙の結集全てなくなってしまいまして、ただただすごいと繰り返すのみです。本当にすごいですからねこれ。3万5000の価値あるわ。もうまだ動き出してないけれど、それでも格が違うよこれ。こちらですね。これが展示会ってのは。これもまたすごい。3号車です。3号車は国鉄式に表現するならロビーカーといったところでしょうか。あ、ここにいろいろこう書いてあるわ。ちょっとこれでじゃあ全部回ってみましょうか。編成全部後ろ、8号車から1号車へ向けてずっと後ろへ向かっているところですが、先頭の8号車がまあ表現するならグランクラスといったところかな。7号車もまあグランクラスでいいでしょう。6号車、5号車は多分この2つがまあ食堂車、そして4号車も食堂車、3号車これはロビーカーですね。2号車と1号車こちらは今度まあグリーン車と、大体そのような表現をするのが適切かなと思います。イズランマン書いてあります。要するに生け花ということだと思いますけれど、私すいません、あのフラワーアレンジメントというのかな、あまり生け花等には詳しくありませんので、ちょっと気の利いたコメントができないのが申し訳ないですが、いやすごいわこれ。
しかもすごいのはこれ本当にものすごい作品だと思うんですが、これが霞んでしまうというか、ただその目玉になるんではなくて、ただその風景の一部演出するに過ぎないぐらいにまでこの立派な車内が作られているというのが、これが本当にすごいなと思います。あまりにもありとあらゆるところに素晴らしいものが詰まってしまっているから、一つ一つの素晴らしいものが逆に霞んでしまうという、まあ、これは褒め言葉で言っているつもりです。元は向こうに止まっているようなこういう車両だったんですけどね、改造ってのはすごいもんだな。本当に向こうのこの車両だって普通車にしてはさっきも言いましたけどかなりすごいと思いますが、なんかこうもう全然違う心臓車両みたいになってしまいました。これより先2号車は基本的にその車両の中に落ち着いていてくださいねみたいな、そのような客室かと思います。お食事の際にはここでまた全ていただくということになるんだそうです。だから今までご紹介した接客設備は基本的に全てプラチナクラス3万5000円お支払いすると乗れる、そのような客室で、これから先は2万5000円お支払いすれば乗れる、まあ、ワンランク落ちるといえば落ちますが、それでも今見た限りでも相当豪華な内装であることはもう伺えて、やっぱり格が違うなという感じがします。ちょっとトイレがあるな、やっぱトイレにこだわりがある私としては、トイレを、ああ綺麗だわ、全然汚い鉄道車両のトイレという印象はもう全く違うものでした。すごいね、最後尾1号車だけは車内の仕立ての仕方が少々違いまして、大人でも子供でも楽しめる、まあ、そういったイメージやはり持たせるものです。多分そうなんでしょうね、実際にこういった作りを見ると、これはあの遊ぼう以後大人と子供で一緒に乗りましょう、白いクロちゃんシートを彷彿とさせるようなものです。完全にそうだなこれ、やっぱりご案内いたします、まもなくドアが閉まります、それ言いますが私のお客様はお席へお戻りください。席へ戻ると言っても私の席は結構後ろにありますから、空いてるから多分お借りして大丈夫でしょうかね。ここにちょっと座らせていただくことにしましょう。すごいなこりゃ、同じことしか言ってないからさっきから本当に。あら驚いたことに、これ乗務員室つまり運転室とそれからこちら側の客室との間に仕切りがありません。木の枠がはめ込まれているから何かあるような気がするんですけれども、何もないわ。こちら側の車両はゴールドクラス席ということですから、確かにさっきのところより上か下かといえば少し落ちるなという感じはするものですけれど、でもそうは言ったって全然違いますよね、普通のスーパービューを撮ること。今回プラチナクラスに乗せていただきましたけれど、2回感動を味わうためには最初一旦まずゴールドに乗ってみて、その後でプラチナに乗ってみるなんていうことをするのもいいのかもしれません。ただいま新婚方向右側をご覧ください。花見月タイムの方と水流湖の方がお客様をお見送りしております。振り返さないわけにはいかないですね。先ほどカーネーションのプレゼントなどもいただきまして、乗る前からやっぱり乗り込む瞬間から特別感があるというのに典型的な定型句のような気がしますけれども、事実本当に素晴らしい出発のおもてなしをしていただきまして大変嬉しく思いました。お楽しみください。